旧サメ外宿トイヤバとイヤば,ばは、江戸時代の街道の宿場で神馬の継ぎ立、スケゴー付などの業務を行うところで、駅定、天馬書、馬締めとも言った。業務の主催者は、豚屋と称され、その助役の年より、さらに神馬の出入りや、鎮銭などを記入する帳をつけ、神馬に荷物を振り分ける馬刺しなどの者のがいた。 通常の時は交代で出勤するが、大名行列などの大通行がある時は全員が詰めることになっていた。1868年7月27日、明治政府は問屋場を、天馬署、責任者を取締役と改めた。その後、1870年4月9日に取締役が廃止されて、天馬署は官の管轄下に置かれ、1872年に、 天馬書を含めた、宿駅制度そのものが廃止された。天馬書という言葉そのものは明治以前から、宿駅の別称として用いられていた。深い人造、天馬書、丸山康成、天馬書取締役、国史大辞典旧吉川博文館、1988年 ISBN978 から4から 642005098P1026。ありがとうございます。